こう山っていうのはすごくこう関わりの深いもの、日本は山がたくさんある山国ですし、こうその中でこうずっと生活してきたっていう歴史があるので、まあ、それをこう再認識、こう皆さんが、まあ、私を含めてできるような日になるといいなっていうふうに思ってるんですけども、日本の山のトップ3が揃ってるっていうのはもう一番のこう山梨県の強みだと思うんですね。日本は本当に山がいっぱいあるし、いい山がこう全国にあるんですけど、その中でこうトップ3が揃ってるっていうのは山梨県にしかないので、そこはすごいなっていうふうに思います。この前山梨の方と登ったら、いや富士山見えなくて残念ですねって言ったら、いやなんか私たちいつも見てるからいいのっていうふうにおっしゃってたんですけど、まあ本当そのくらいすごいこう贅沢な環境にいるんだなっていうふうに思うんですが、まあちょっとこう離れたところに住んでる方からすると、そのこう富士山があること、南アルプスがあることっていうのはすごくこう特別なことだと思うので、まあ、皆さんこう山梨にいると本当当たり前なんですが、それがすごくこう全国的な視点で見てみると特別なことで、だからこの誇りに持ってもらいたいっていうふうに思いますね。あ、山梨って本当にすごい山いっぱいあるし、素敵な場所が自然があるっていうのを本当にこう心に留めておいていただきたいなというふうに思います。そうですね、本当にここに住めてるっていうのはこう私の活動としてもすごく強みだと思うんですね。もう周りがこう山なので、うちからこう360度どちらの方向に行っても山があるっていうのはすごく恵まれた環境にあるので、こう私自身山梨の山にこうまだまだ登ってないところもたくさんあるので、出かけていってその私がこういろいろ情報発信していくことで、その山登りの楽しさが広まっていけばなっていうふうに思います。あと皆さんも山に登ったらこう今個人でもこう全国世界にこう情報を発信できる世の中になっているので、ぜひこう山梨にこんないいとこあるよっていうのをそれぞれがこう発信していっていただけたら、もっとこう輪が広がるかなっていうふうに思います。山梨県には富士山はじめ南アルプス、奥秩父の山など楽しい山がたくさんあります。ぜひ皆さんも山に出かけて自然を満喫しましょう。